それ意味あるんですかってね。じゃあ逆に意味があることって何なんだろうなと思って考えたら、例えば趣味で釣りをしています、意味あるんですかと。映画を見に行きました、ロッキー4リメイク感動しました、意味あるんですか。彼女と付き合って振られました、意味あるんですか。意味あるんですか。美味しいもの食べました、意味あるんですか。芸能人が何かしました、意味あるんですかと同じくらい、俺が美味しいもの食べました、それ他の人意味あるんですか。意味ないことばっかりですよね。堀さん、ロケット打ち上げて何か意味あるんですか。アフリカのアマゾンの奥地に住んでる人にとって意味あるんですか。環境汚染するだけじゃないですか。意味あるんですか。一部の先進国の富裕層が趣味でロケット打ち上げて、それをビジネスで利用してさらに儲かる人がいる、意味あるんですか、ね、そもそもそんなテクノロジーがなくったって人間は平和に暮らした時期があって、だからこそ今につながってるわけじゃないですか。意味あるんですか。あるね、エピソードがあります。どっかの、ね、ビジネスマンがね、バカンスで島に行ったんですよ、リゾートの島に。そしたらその島の、まあ、浜辺とかでね、美味しい魚を取って暮らしてる人がいたんですよ。でそれちょっと食べさせてくれないって感じで、あ、いいよっつってもらって食べたら、美味しいな、これビジネスに使えますよっていうふうに、その魚をくれた老人に言うわけですよ。あ、この魚をたくさん取って売ると儲かる、それなんか意味あるの。いや、儲かったらさ、なんか多くの人が食べてお金が入るじゃないですか。うん、それでお金が入ったら悠々自適な暮らしが送れるじゃないですか。うん、それでそういう暮らしが送れるようになったら日々のんびりと暮らせますよ、今と変わるんじゃないか、意味ね、意味ね、みたいなこと言うわけですよね、意味あるんですか。そこに意味あるんですか。なんか意味あるんですかね。なんか意味あるんですかね。まあこういうこともあります。なんかね、黒沢っていうね、カイジを描いてる福本さんの描いてる漫画で、なんか最強伝説黒沢かなんか、おじさんが主人公のね漫画があるんですよ。でその冒頭で、ノモがホームラン打ってみんなで感動してるところをテレビで見て、それをビール片手にやったーっていう風にね喜んでいる黒沢って主人公がいるんですけども、やったーと言いながら、でもこの感動はこの人の感動で俺の感動じゃねえぞ、他人事だよとかね言い始めるんですよ。なかなか面白いストーリーだったですね。